野崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ今回はですね、はい、まあ東京オリンピックもね、うん、終わりまして、はい、野球がね見事に金メダル取りましたけども、もうけどもけども13年ぶりに競技に復活したのに、はい、日本を最後にまた除外です。そうなんですよね。まあでもこれは仕方ないですね。じゃあどうやったら今後、うん、復活できるのかっていう、はい、うん、もうちょっとその野球の国際試合の価値っていうのをこう高まってほしいなと思うんですけどね。で一つのね要素として、うん、オリンピック期間中に、はい、その競技の普通にレギュラーシーズンが行われているのは、はい、テニス、ゴルフ、うん、野球だけだと思う、はい、あとはサッカーでも、はい、欧米とかだったらもう今シーズンオフじゃんね、うん、日本はやってるけど、はい、だからそのストップするじゃんね、うん、その期間中は、はい、オリンピックになったら日本でなくてもストップするじゃん、うん、で他の競技はそのシーズンやってないじゃんね、はい、並行して、うん、でもゴルフとテニスと野球は並行してやったりするじゃん、はい、でもしくは、うん、他の競技ってオリンピック金メダルが多分どの試合よりも一番価値あるじゃん。体操でも、はい、水泳でも、そうですね、柔道でも、はい、世界選手権よりもの金よりも、はい、オリンピックの金メダルの方が価値があるじゃん。そういうことか。で野球は、はい、じゃあ WBC の金メダルよりも、うん、シーズン休んでまで行こうと思うメジャーリーグの選手とかメジャーリーグ関係者、うん、メジャーリーグ機構がノーなんだよね、はいはい、なってくると出てこないじゃんね、うん、そうですね。でそうなってくるとよ、それ IOC もよ、うん、メジャーリーグが出てこないでしょみたいな、うん、じゃあもう他やりたいという競技もねあるんで外しますって、で人数も多いですしっていう、うん、人数も削減したいんで、はい、って言われた時に対抗あれがないそうです、なんかこう逆らえるあれものがないですね、うん、だ野球と、うん、ソフトボール、野球、ソフトボール、野球と空手は日本があるから競技にしてくれたような感じがするよね。日本で開催するから、まあ、日本の中で人気あるから、うん、まあ、そこで、ね、収益を得れるんちゃうかみたいな感じで入れてくれたんちゃうか、うん、そうですね、でパリに行ってよ、うん、パリはソフトボール場結構あるらしいんだ。あ、そうなんですか。でも野球場なかったら、はい、で一から作らなきゃいけないじゃんね、うん、誰も見に来ないってなったらお金かけたくないじゃんね、はい、そうですね。でじゃあ次、うん、2028年、うん、ロスの時復活するんちゃうかっていう人いますけど、はい、でも IOC に言われるんだよ、アメリカさんとロスさんと、うん、メジャーリーグはもちろん出ますよね、ちょっと出ません、じゃあノーって言われる可能性あるよね、はい、だからなかなか厳しいよね。そうですね。ってなった時に、じゃあもう一つの方法を考えようっていうのが今日の議題です、はい、オリンピック種目にこれからなるためにメジャーリーグに頼らないで競技復活できる方法を考えよう、はい、おー、あるんですか。だってもう無理だから、絶対来ないから。でしかも WBC はがあるじゃんね、はい、メジャーリーグ MLB とメジャーリーグの選手会が自分たちで出資して、はい、自分たちが運営して WBC っていう世界一を決める大会を作ってるわけじゃんね、はい、ってなった時によ、それが世界一を決める大会だから、オリンピックが世界一を決める大会だと困るわけよね。自分たちで運営してるから、うん、だその価値を守るためにも、うん、プレミア12もそうじゃんね、はい、世界一を決める大会はアメリカにとって WBC だけなんだよ。じゃそこをトップに持っていきたいわけです、ね、そう、自分たちが運用してるからね、うん、その自分たちがその価値を下げてまで、はい、オリンピックとプレミア12に協力することないよ、ね、するしてメリット別にないですよね、まあ、ないってなるとそっちの価値が落ちるじゃんね、はい、でだからアメリカにとってはよっしゃじゃん、はい、で WBC の価値が上がる、うん、それでいいわけじゃんね、はい、だからもう無理なんだよ、うん、だった時に、はい、もうメジャーリーグからの脱却をしないと多分競技として採用されないんだよ、はい、その時によ、うん、じゃあ何やるとしたら、はい、もう世界普及、ああ、もっと多くの国で野球をやってもらうってしかないじゃんね。そうですね。そうなった時によ、うん、やらなきゃいけないことがあるね、はい、これが本当に日本が、うん、そのオリンピックの競技に野球を復活させたいんだったら、うん、日本が主導してやらなきゃいけないことがあります。さあそれは何でしょう。道具の普及、まあまあそれも一つ、道具の提供、それも一つ、それも一つ、はい、指導者を送り込む、あ、正解、あ、本当やった。だから、はい、南米の、まあ一つの例で言うと南米のバレーボール、はい、今は強いじゃんね、うん、ブラジルとか、はい、でそこもその加藤明さんっていう人がペルーに行ってバレーを教えて、はい、ペルーが数年で南米チャンピオンになったりとか、へえ、だから日本のバレーの人がそこ行って教えて、うん、そこのチームが今日本より強くなったりしてるわけ。へえ、じゃあ今ね
ティスティックスイミングになりましたけど、井村さんが一回日本代表のコーチ離れた時に中国行って、中国めっちゃ強くなって、今回東京オリンピックも日本メダル取れなくて中国取ったじゃんね。あとスペインも日本人の人が教えに行ったりして、へで逆によ、バスケットボールの女子の銀メダル、コーチ、アメリカ人。あ、そっか。ハンドボールとか、はい、じゃあ卓球とか、やっぱその日本がそこまで強くなくて世界に対抗するために、日本のスポーツの中でもその競技に強いところを外国人監督とかコーチを連れてきて強くしたりしてるわけじゃん。サッカーもそうですね。そうそう、ちょっと前までね、今は日本人ですけど、ちょっと前とかね、はい、ね、で個人競技とかだと、カヌーの羽田さんとかはスロバキアだったかな、はい、っていうところが強いから、そこに自分でお金出していったりとか、はい、あとあの冬のスポーツだけど、あのスノーボードの竹内さんとかは自分でそっちに行ったりとか、はい、個人の競技の人はその競技の強いチーム、強い国、強いコーチのところに自分たちから行って学んだりしてるわけじゃん、はい、でも団体競技ってなかなか行けないじゃんね、はい、ってやったら呼んでこなきゃいけない時に、日本のまあこんな言い方したらちょっとかなり語弊があるし、ちょっと語彙力ないから申し訳ないけども、はい、プロ野球 OB とかでもそこまで仕事が円滑に回る人もいなかったりとか、仕事が少なかったりする人もいるし、本当は野球に携わりたいけど、携われる仕事がないから一般就職する人もいるわけじゃんね、でなかなかどっちつかずっていう人もいたりとかする人たちに、じゃあ NPB とか、はい、もっと大きいところが協力体制取って、セカンドキャリアのともに、各国に野球を普及さしに、真剣に向き合っていく人を作っていけば、普及していくと思うのよ。あ、そういうちゃんとな会社というか組織を作って、そう、 NPO 法人じゃないけども、はい、そういうのを作って、その代わりを、I love その国になんなきゃいけない、仕事として行っちゃダメなのよ。そうですね、加藤さんもペルーに行って仕事として行ったわけじゃない、ペルーを愛して、で真摯に向き合って強くするから国民的英雄って言われてる、でその愛を持って行かなきゃいけない、仕事としてビジネスで行くとそんな浸透しないから、そっちにももちろん移住して、もう永住するつもりで、もうそこに骨を埋めるつもりで、そこで何とかして地域の人と密着しながら、地域の人を好きになって国民性を理解して、そこで生活していって、その国の野球を世界一の野球にするためにって言って、そんなもう行くぐらいの気持ちで行こうも行かなきゃいけないけど、それぐらいのことをして世界普及を行けば、もっと文化が成り立っていくし、で野球の道具とかもプロ野球チームからとか使わないやつを全部そういったところに持っていきながら、そこで道具をね、なかなか道具って野球の道具とかにかかるけど、そういうのをどんどんねやっていって広めていくことが、後のオリンピックの野球が競技として復活する長い道のりかも分かんないけど、一番早い方向やと。そうですね、確かにそう思うと、もちろんじゃあ海外に永住してって思うと、まあ一つの決断にはなりますけど、それでもやっぱり OB の、 そのセカンドキャリアというか、そっちにも促せるし、確かにいい方法ではありますね、遊びじゃなくてもうそこに根付いてっていうね、ところで広めていくっていうところが、今結局はメジャー参加するの参加しないのだけになってるから、そんなんじゃなくて、もっと世界的に普及するために行けば、野球人口が広まって、野球が普及してできるかも分かんないじゃん。そうですね。でそれによって外交的観点、政治的観点からもいい方向に結びつくかも分かんないですよね。そうですね。国と国同士のことでもそうだし、福井にもつながるし、はい、俺はもうこれちゃうかっていう。ああ、なんかこうまずね、5カ国ぐらいどっか。そうそうそう、もっとどんどん行って、はい、そね、もうだからもう腰掛けちゃダメなのよ、ここ問題、だから腰掛けで行くような人はそこにエントリーしちゃダメですね。ああ、そうですね。仕事がないから仕事としてみたいなんじゃ、やっぱりそのね、そんな人来られてもよ、やっぱバスケットの銀メダルのコーチ、やっぱ日本語喋るじゃん、そういうことから入っていかないと、ね、外国人選手で日本で通用しやすい人、しょうもない日本語でも喋り出すよみたいなね、言ったけども、そういうことも入っていって仲良くなっていかないと無理じゃん。そうですね、もうずっと通訳置けばいいやじゃなくて、自分でもそうそうそう勉強して、そうそうそう、でアフリカとかもそうだし、ヨーロッパもそうだし、南米とか中南米とかね、東南アジアとかにどんどん行って、そういう文化を広めていって真剣に向き合っていくことによって人口が増えて、参加国が増えて、最初はレベルの差があったとしても、それが縮まっていくかもわかんないし、そういったところもやっていくのがオリンピック精神にものっとって、オリンピック競技にも復活する一番長いけど早い道のいちゃうかっていう。そうですね、
それがじゃあいつそれが実を結ぶかっていうのって分からないですけど、分かんないけど、うん、そんなもうね、入れてくれ入れてくれってなきゃ、入れてくれるためには何しなきゃいけないやって言った時に、やっぱメジャーリーガーを入れてくれるっていうのはめちゃくちゃハードル高いから、それはもう無理だと思うのね、うん、だそれに頼らないで独自のって言って日本が旗振りしたいんだったら、俺はそれが一番遠いけど近い道のりちゃうかっていう、うんうん、そうですね、なんかいいなと思いました。そしたらそこでね、いろいろまたできて、まあ、そういうセカンドキャリアにもつながって、うん、それはまあね、移住しないといけないから、はい、それ簡単じゃないけども、うん、まあ、今コロナ禍だからね、なかなかできないけど、それがもう正常化になった時に、はい、そう今準備しといて、うん、それがいけるようになって、そういう風にして、それ日本政府とも外交的なものにも使えるかも分かんないし、うん、そういったところで野球の文化を根付いていくっていうのはなんかめちゃくちゃ俺はいいと思うけど、うん、まあ、簡単じゃないけど、そうですね、まあ、これが一番競技として復活するためには一番手っ取り早いんちゃうかっていう、うん、多分 OB の方が本当にすごいやる気があって、うん、もうどっかの国に普及させるってやる気があっても、うん、でも自分だけ思ってても絶対できないじゃないですか。できない、そんな簡単じゃないからね。やっぱり仕組みとか組織とか、うん、そういうものをまず地盤をちゃんと作らないと難しい話です。そう、橋渡しもねしてもらわなきゃいけないし、はい、っていうところもあるしね、うん、人間関係もあるから、言ったけどやっぱ合わないな、合うもあるからね、そこら辺も考えなきゃいけないけど、官僚とか省庁とのパイプ役もいるね。そうですね、うん、そういうでも国絡みで行くしかないもんね。そうですね、うん、国も絡めてそういう組織を作るしかないですよ、うん、でやってやることによって、だからまあね、その政治家の皆さんと、うん、そのソフトボール野球をオリンピック競技に復活させる会みたいなね、うん、のを立ち上げてもらって、はい、スポーツ好きな人もいるじゃないですか、うん、で協力体制持ってやっていけば、うん、面白いんちゃうかと思うけどね。そうですね、うん、ちゃんとね、しっかりとしたお給料ももらえるようなこう体制とか仕組みも作って、まあ、しっかりとしたって言ってもそれはなかなか満足するのはもらえないと思うよ最初から。まあそうですよね、結果は出したりとかねしていかないとか、うん、そんなやつ税金でできないからね。そういう、まあ、運営とか仕組みって私は分からないですけど、うん、そういうところをなんとか作っていけば、うん、まあ、ない話ではないんじゃないですか、うん、それがまあ復帰する一番の方法ちゃうかっていうね、うん、だ俺はそういうのやってほしいけどね。うん、いいですね、うん、これ言ってきてくれればアイデアだけ渡すけどね。本当ですか。こういう仕組みにし てこういうのがいいんじゃないですかとかね、うん、こういう国とかいいんじゃないですかとか、ね、はい、まあ、確かに野球の発展としてはすごくいいですね。そう、うん、世界に向けてね、うん、そういったところで貢献するのもね、うん、いいんじゃないのかなと。あとそれがやっぱりオリンピック復帰に一番の近道しちゃうかと思いますけど、はい、皆さん、はい、どう思いますか。